で、はい、今日あの人がいません。あ、いない、そういえば。そう、あの大男がいません。なので、今回はこれをやっちゃいます。佐久間 P がいないやつ第3回アイドルベタシリーズ。いないやつ。さあ、いないやつです。さあ、ということで今回はですね、皆さんにはこちらをやっていただきたいと思います。顔面ジャンパイ。拍手しろよ。俺が怒鳴ってんだから拍手しろよ。拍手しろよ。違うなって。俺がちゃんとするなよ。今日は皆さんにやっていただくのはこちら、顔面ジャンパイ。おい、ふざけんなよ。マジで拍手しやすそうな言い方したじゃんかよ。アイドルにベタなこの顔面ジャンパイの中にある顔面パイはあります。あるよね、うん、これベタじゃん。ベタです。ジャンは何だと思う。はい、でも正解言ったらつまんないですね。全然大丈夫です。俺今日もうバカになってる。それでいいね。いいよ。じゃんけんのジャン。素晴らしい、そうジャングルじゃないの。ジャングルのジャンである。今回は顔だけでじゃんけんして負けた方が顔面パイを食らうというアイドルベタ企画です。喋る。あー喋るよ。あーって言うんだよ。ということでもうやります。今日はこれを顔面でじゃんけんをします。あ、グーチョキパー。そうそうそう、グー取る。グーはかわいい。おい、俺だいぶ年下にかわいいって。かわいい、かわいい。おい、あいつはいくつだ。で、チョキは教えてよ。チョキは、チョキ教えてよ。かわいい、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 パパパパパパ、かわいい、かわいい、かわいい。おい、日々のと高田氏は言ってないで。冷静だね。で、トーナメントです、はい、トーナメントで勝ち残った優勝者のみが顔面パイを食らわずにするというやり方。なので、あの、一人だけしか食らわないって人が出る。あとの人はみんな食らいます。帰りはだからみんなもうすっぴんになるよね。そうそうそう、もうだって落として帰んなきゃダメだからね、うん、綺麗な状態で帰るには誰が一人しかいない。そう、すっぴんよりつけて帰りたいですだったら。ついてる方がマジでいいのよ。ついてる方がいいから。じゃあ対戦です。こちらでございます。斉藤 VS 吉村、うん、高梨 VS 藤崎、日比野 VS 夏目、で、長松はシードです。ずらー、公正な、公正。いや、本当にもう本当は佐々木が来る予定で、佐々木と戦う予定だったんだけど、ちょっと今日はね、あの、大統領で来れないから、長松がシードです。だから一回まずね、パスできた。さあ、ということで、顔面ジャンパイなのであいつを召喚したいと思います。いでよ、パイマン。誰だ。愛するパイマンがですね、今日はちょっとまあいろいろね、あの、汚せないとかいろんな理由があって、シェービングクリームパイだそうです。パイマン大丈夫そう。目で何喋るの。少しぐらいは、少しぐらいは喋ってほしいけど、もう喋らない。喋らないんですか今日。ぶつけることに専念されてるってことですよね。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いよ。いけるかじゃあパイマン。首の可動域も変わんないんだよ。さあ、それでは第1試合、斉藤 VS 吉村。いいよ。さあ、斉藤リーダーとして自信のほどは。顔芸っていうのは、うん、これからの芸能界で大切だと思うんで、はい、見せつけたいと思います。そうね、勝敗だけではないですから今回、はい、さあ、吉村。もう絶対に負けたくないので、うん、画面は一回も食らえません。おー、頑張ります。作戦なんかあんの、どうしていこうみたいな。ぶりっこしない。あー、いいね。もう顔を崩していく、全力で。斉藤は、私もなんか恥ずかしいとか思わない。そうね、うん、恥じらいを捨てます。恥じらいを捨てていこう、はい、さあそれでは審判、はい、お願いします。最初はグー、顔面ジャンパイ、ジャンパイポン、パーパー。アイドです、アイドです。あいこでポン。おー、いいよ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 。あいこでポン。おー、いいよ、あいこですよ。あいこでポン。おー、さあ、勝敗、さあ、まだまだまだ、キープよ、キープ。
あのしっかりとね、うん、ちょっと自分を捨てて、捨ててどっちもね、ちゃんとやってくれてたね、うん、やってたね、素晴らしかったね。おい、斉藤、はい、今ちょうどそのファンケルの CM になってるファンケルですかね、ちょうどすっきりはしました、すっきりはした、よかったよかった、素晴らしい、顔を洗って帰ってください、うん、はい、続いては第2回戦、藤崎 VS 高梨。さあ、高梨、意気込みのほどはいかがでしょう。前回、うん、何回か前の収録で、うん、あのぶりっこ相撲をやって自分の殻を破ることがいかに大切か分かったの で、 なるほど。で前回みくちゃんに私負けてるんですよ。お、今日は絶対に負けられないです。対する藤崎、ちょっと優勝候補なんじゃないかという声もありますが、うん、私毎日じゃんけんしてるのでじゃんけん勝てるし、最初はグッじゃんけん、ほい、おお、負けてよかったな。いきます。最初はグー、顔面ジャンパイ、ジャンパイポン。おー、これはゆいちゃんね、ゆいちゃん、これはどっちにしろちょっと高梨が弱いかもしれない。高梨、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 それチョキだな、多分チョキか、チョキだよな、もっとチョキできないか、このまんまじゃ、このまんまだとその顔にゆっくりパイが来るぞ。だって藤崎を見てくれ、藤崎行けよ、顎を取らせ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 、5、4、3、2、1。いや、これは勝者藤崎、これはダメだな、パイは高梨が。ちょっとね、顎のこの柔軟性、うん、可動域がね、弱かった弱かったね。顔面ジャンパイなんです。なに、顎関節症。これは顔面ジャンパイが一番不利だと思いますね。ああ、それは…さあ、徐々に徐々に濡れ髪の女が増えてきていいですね、濡れ髪収録ですね。さあ、続いての濡れ髪はどちらか。さあ、第3戦は日々の VS 夏目。さあ、自信のほどいかがでしょう、夏目。私、学校で授業中に目合った人と絶対にジャンケンをするやめてください。やめてください、自分の会社すごく嫌です。さあ、日々の、ちょっと、いや、もう普通に今日帰り電車なので、うん、可愛いまま帰りたいです。そうね、特に姫野はね、姫野はもう可愛くないもんね、ブリッコちゃんだから、ね、可愛い担当なので、うわー、いいですね、姫野の振り切ったらこれ好きですよ。負けてほしいな。すごく顔面パイを当てたいです。いきます。最初はグー、顔面ジャンパイ、ジャンパイポン。お、パパ、パパ、アイコでポン、ゴー、ちょ、グーとパーで勝者夏目。さあ、日々の顔面パイが塗る、怖い。あらららら、らいいですね。顔面的にもちょっと夏目の方が強かったのかなっていうのはあったのね。中ね、あのね、パーの時に、ね、うん、白目まで向いてたんです。あー、素晴らしい。あれは探検隊みたいな、こんな懐かしい雰囲気もして良かったんですね。いいですね、うん、日々の電車ですね。かわいい、かわいい、おちゃん、あざといですね。いいですね。さあ、日々の、はい、電車乗んなきゃダメだね。もう元気ないって。やっぱね、化粧してる時が一番可愛いもんね。最悪。前回 MC としてお兄
イちゃんしてそういう意味じゃなくて、いや、質問ね、可愛いけど、やっぱね、一番可愛いのはやっぱお化粧した時じゃんか。じゃあ今映んない方がいいじゃないですか。本当の家族の会話みたいなお兄ちゃんの会話。さあ、第2試合ですね。さっきみくちゃんが可愛いとか言って、可愛い絡んできたんですよ。でも、勝つ気しかないんで。お頑張ります。負けない、負けないです。さあ、藤崎余裕です。おお、可愛いのには負けないから。いいですね、王者の余裕です。強いやつだな。審判、はい、じゃあ顔面ジャンパイのところは皆さんで言いましょうね。お、はい、最初はグー、顔面ジャンパイ、ジャンパイ、ポン。おお、吉村の藤崎パーで吉村勝利。わー、ジャイアントキリップだ。ジャイアントキリップを打ちました。さあ、では藤崎、はいだ、藤崎だぜ。やった、行きますみたいなのが全然ないから、急に来るから怖いんだよね。真ん中だけ穴開いてるね。ちょっとなんか変わった突き方しましたね。口と鼻の穴も開いてるみたいな。吉村、これ優勝できる自信はあります？はい、あります。このまま帰ります、電車に揺られて。いいね。はい。ただ藤崎、今俺吉村に話聞いてたから自由すぎるぞ。座ってた。 OK、 吉村一回洗いこ。初手でチョキ。初手でチョキ。出せない。初手でチョキ出した。確かに。さあ、帰ってきました。藤崎。おかえり。怖い、怖い。怖い。おかえり。藤崎ミクなんですけど。うわ、怖い。怖い。怖い。いや、いや、思った。先生って大変だな。こういう問題意が。いや、マジで。あれ、先生って大変だなって思った。さあ、では続いていきましょう。夏目バーサス長松。あ、もうハルルには負けない。余裕。はい。負けない。どうでしょうか。うわ、強い、強いやつの最初の喋り出しだ。それ以上はもう言うことはない。はい。素晴らしい。これは強いかもしれない。さあ、では審判。はい。最初はグー。顔面ジャンパイ、ジャンパイ、ポン。おっと、チョキとチョキ。チョキ。いくよ。アイコでポン、おチョキとパワー、勝者長松。うわー、素晴らしい。夏目、うわタイだ。声がもう全く前見えない。喋れない。これ食べれますか？食べれない。これ食べれないよ。長松うまかったのが、最初からずっとね、顔作ってたのよ。すごっ。確かに。そう、だから多分油断して夏目を変えちゃったの。そう。すごい。それは考えてました。すごっ。考えてた。はい。さっきやっぱ私人の見れるので、さっき座ってる時に、りょうかがどういう戦い方するかなと思って。そんな真面目に取り組まないで大丈夫ですよ。じゃんけんです。ただの。キラキラ。ちょっと、ちょっと。ちょっとなんかプール行ったぐらい。なんかすごい楽しかったです、ね。あ、楽しかった。でもごめんなさい。ちょっと一回座っていただいていいですか。はい、ちょっと一回。さあ、では最終決戦、長松バーサス吉村。さあ、吉村、自信のほどは。はい、もうこのままの勢いで頑張りたいと思います。だってもう2回待ってるわけだからね。すごい。あとちょっと聞きたいことあるんですよ。何？何出すの？うわぁ、素晴らしい。展開を作ってくれた吉村。長松、さあ長松、答えてもいいですし、それ答えなくてもいいです。いや、でもこれは答えますね、多分長松は。何も言うことはありません。出ました。強者。私はチョキで勝ってきたので、うん、チョキを出します。うわ、さあ、対する長松、そう言われてますが、いかがでしょう。はい、わかりました。
決勝戦にふさわしい強者対強者、強者対強者、強いな。これが決勝、これが決勝です。画面は一回も食らえません。ブリッコしない、もう絶対に負けたくない。何も言うことはありません。出ましたさっきやっぱ私人の見れるので、それは考えてます。さあ、では審判、はい、お願いします。みんなでいきますよ、行こう、はいはい、最初はグー、顔面ジャンパイ、ジャンパイポイ。おーっと、うぅー、頑張ってグー、吉村チョキ勝者仲間。いやー、すごい、シードからの勝ちやがるな。これは心理戦をものにしたらありますが、さあ、では吉村パイだいやー、これはちょっと長松が強すぎたね。いやでもどっちもちゃんと正直に仲間を信じたです。チョキ出すって言って、私もちゃんとそれを信じて勝てるようにグー出したし、なんか申し訳ない。ダウンセンジャンパイ、佐久間さんいない時さ、みんな泣くのやめてくんない？吉村やっぱチョキだった。チョキ以外を出そうとはなんなかった。はい、正直者なんで。あー、まっすぐちょっとそれ言うと長くて泣いちゃうからさ、あ、長く見えてなくて今。ということで、ラブラブ顔面ジャンパイ初代チャンピオンは長松さん。どうでした、初の称号ですが、いかがですか。今なんて言いましたか。顔面ジャンパイ初代チャンピオン、初代ですか。初代、初代です、初の称号ですが、いかがですか。なんかちょっと嫌な予感がしますけど、まあ今回は勝ててよかったです。今回はとか2回目も、だって初代っておかしいですね。しかも私でもあのブリッコの時もは負けちゃったんですけど、その時も空き場所、うん、なんか全部続けようとしてくるのがちょっと怖いです。そう、吉村ね、最後に負けちゃってね。そうですね、ちょっと心理戦仕掛けた相手を間違えたかなって思いました。確かに。そうか、もう分かってたからね。そんなことより、リーダー一番最初に負けて、一番ずっとその状態が長かったんですよ。長い時間でした。なんか、朝かなって思った。リムノさん、電車ですが大丈夫ですか。電車ですか。ごめんなさい、ごめんなさい、電車で。いや、大丈夫はないんですけど、はい、まあ元気ないのでコメント欄にいっぱい可愛いって書いてる。いいですね、あざといいですね、最高ですね。なんで私たちだけこんなになんないといけないんですか。やべえ、あいつ変な人だけど、やべえってマジで。いやでもホテイソンさんのがちょっとね、うん、見たいなとは思いますけど、名前で対決してほしいな。めんどくせえ。毎回私たちばっかりだから、ね、私たちのことニヤニヤしてて。いやもう多分タイマンがもう帰っちゃった。帰っちゃったんだよな、タイマン。はい、ちょいちょいちょい、ショート。やった、お願いします。え、メガネ外さないんですか。外す、外さない方がいい、その、こうできるから。あー、なるほど、説明する。いや、マジでさ、そういうのあんのよ、メガネって。そういうのあんのよ。負けねえじゃねえかよ、この後。やりにくくなっちゃう。意気込み聞いていいですか。めんどくせー。もういいよ、そこの仕切り直しは。はい、頑張ります、負けません、以上。ショウゴさんから意気込みを。ショウゴさんから。段取りがあるみたい。パーしか出しません。うわ、だる。うわ、マジでだる。うわ、うわ、いい方式。じゃあ、まあいつもネタ書いてくれてるんで負けてあげましょう。グーを出します、私は。難しいね。考えてる、考えてる。じゃあ、いきます。最初はグー、顔面ジャンパイ、ジャンパイポン。たけるさん負け、しょうごさん勝ち。うわー、めんどくさー。よっしゃー、たけるさんです、パイは。あー、やめて。たけるさん、パイです。マジ衣装も、うわ、だるいいですね。
これよ、これサンタクロースです。いやこれをやりたかったよ、長松先に言わないよ。さあ、ということで他のアイドルにもこれちょっとやってもらいたいね。やってもらいたいです。これみんなでカメラに向かって挑戦者求むって言っとこう、で、本当に来てくれるかもしれない。もしかして電波組さんが来てくれるかもしれない。いや、やらせられない。ももクロが来てくれるかもしれない。言っとこう、みんなで、はい、せーの、挑戦者求む。さあ、皆さんお待ちしております。よろしくお願いします。みんなで一緒に MC をしてる気持ちで。なるほど、一致団結だ。泣いちゃうからあんま喋れないです。本当に好きなんです。嬉しいです。オーバーリアクションすぎて途中からしゃっくりしてるようにしか聞こえない夏目ちゃん。ヨガちゃん、おはよう。おはよう。今日はヨガちゃんのいいとこいっぱいね、言っちゃう。嬉しい。元気なところ滑舌がいいところ、で、散歩バナナにおばかってみる。嬉しいね、嬉しいね。え、エルフライ残ってるの？え、ハルエルフライ好き、気に入かった。いつも何なんですか？最後まで見てくれてありがとうございます。今回は猫バージョンだにゃん。にゃんにゃんにゃん、にゃんにゃん。にゃん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 、にゃんにゃん。にゃんにゃん。にゃ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 に